幕張から羽生結弦さんの地元宮城へと会場を移したファンタジーオンアイス2023。公演前日には地元テレビに荒川静香さんらと共にリハーサルの様子が映し出され、スターの凱旋を盛大に迎えようと当日券の紙チケットでの販売が発表されるなど、宮城が盛り上がっています。幕張公演ではオープニングの群舞でひときわ輝きを放ち、ソロでは大鳥に一茶さんとキミさんとのコラボ、イフで華麗なステップやスピン、そして何よりもコラボならではの圧倒的世界観で見ている方々をファンタジーな世界へ誘ってくれていた羽生さん。そんな羽生さんの地元宮城の積水ハイムスーパーアリーナを会場に移すと、スター凱旋とあって地元メディアがその練習の様子を全力取材。全体でのオープニングフィナーレに加え、ソロのプログラムなど約2時間みっちりリハーサルをした出演スケーターの皆さん、この中でお願いしますと関係者の方々に丁寧に挨拶をしていた羽生さん。全身黒の練習着で本番では3回転ループでファンの方々を見せるところ、4回転ループを華麗に着氷させるなどの余裕や好調ぶりを見せ、当日の演技にも大きな期待を持たせてくれていました。またインタビューでは、荒川さんが仙台リフで過ごした時間よりも東京で過ごした時間の方が長くなったんですけど、でも東京は仮住まいな感覚が抜けず、胸いっぱい空気を吸ってただいまっていう気持ちになるのが仙台の大好きなところと語ると、羽生さんは公演について生の歌で滑っていくということは僕らスケーターとしても新鮮味がすごくあるし、そこの会場でしか生み出されない、その瞬間でしか生み出させないグルーヴとか情熱とか、そういったものを非常に感じながら演技を見ることができると思うので、それはファンタジーならではだなって思いますと、その魅力について熱く語ってくれていました。またこの日、ファンタジーオンアイスの公式 SNS などに当日券、会場での紙チケット販売のお知らせとのタイトルで、残りわずかとなっているチケット販売について告知が。これまでパソコンやスマホなどから申し込むなど苦手な方々にとっては大きな壁となっていたチケット販売ですが、 SNS で要望が上がっていたのを羽生さんや関係者の方々がキャッチしたのか、前日ではありますが改善され、ファンの方々から歓喜の声が上がっています。この羽生さんの地元ならではの盛り上がりに、紙チケット販売の決断に感謝。一人でも多くの方々が見れますように、羽生さんが地元からの愛や幸せを受け止められますように、会場は熱気に包まれるでしょうねなどの声が続々と寄せられていました。この期待の宮城公演初日は台風の影響もあってか雨予報となっており、関係者の方々やファンの方々の交通にも影響が出ないとも言い切れませんが、土日は羽生さんのお天気パワーで良いお天気となる予報です。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。いよいよ大好きな宮城仙台へ、最高のアイスショーとなりますように。羽生さんが地元からの愛や幸せをいっぱい受け止められますように、会場は熱気に包まれるでしょうね。台風の影響もありものすごい雨だけど、リフはすごい熱気になると思いますよ。宮城公演もうすぐ始まりますね。羽生くんの愛する故郷でのショーが大成功で終わりますように。宮城公演、一期一会の羽生くんの演技がまた生まれるのでしょうね。
イフ進化してるだろうな。あと3回しかイフが見られないと思うと残念でならないのは私だけじゃないはず。宮城ではイッサさんたちとどんなイフの世界を見せてくれるのか。羽生さん頑張って。羽生さんが練習で飛んでる4回転ループがあまりにも美しすぎる。あんな余裕に飛べる羽生さんって知ってるけど本当にすごい。紙チケット販売嬉しい。私みたいに一人でも多くの方が見れますように。思ったよりも操作が難しかったので、きっと紙チケットならたくさんの方が購入しやすくなり喜ばれますね。紙チケット販売の決断に感謝。地元の皆様が当日券で入場できれば地元愛あふれるあったかい会場になることでしょうね。これならいけるという方がたくさんいらっしゃると思いますよ。よかった。あとは地元民への宣伝までよろしくお願いします。今まで電子チケットしかなくて諦めていた多くの方がギリギリだからと諦めず行くきっかけになりますように。幕張からブラッシュアップされ磨き上げられた表現が楽しみです。台風の影響も懸念されますが、羽生さんを求める皆様が無事に公演を見に行けますように。宮城公演初日は雨ですが、土日はお天気回復し名物の羽生晴れの予報です。気温も上がるようでさすがです。